全体歌えるようなものになんか感動して昔の思い出から考えられますよね。あ、これだけ変わるとは。プロレスに革命を起こしたっていう感じなので。男って感じですね。まあ、とにかくすごい人。命をかけてると思います。 デスマッチの一つ。僕はモニターとしては存在する限りデスマッチを追求し、また人間が可能性のある限りリアリティの世界を 追求できればいいと思います。世間がたかがプロレスと言おうと、僕らにすればされどプロレスなんです。自分たちの夢、プロレスの夢を僕たちは追い続けていくのが僕たちの夢ですから、それで僕たちが挫折しようと、 僕たちは僕たちの生きる道を生きていきたいと思います。あとは試合で判断してください。
Oh!
Thank you.
We'll be right back.
Oh,
1年8ヶ月が経ちます。最初にFMWが生きるためのデスマッチ、僕は生きるためにデスマッチをやりました。なんでFMWが、デスマッチ路線に走ったかって、お客を会場に呼びたかったんです。僕たちはプロレスを続けていきたかった。 最初デスマッチを始めた時に邪道だって言われました。僕は人間には血が通ってると思います。世間に正道と邪道があるならば、邪道に夢はないんでしょうか。僕は今デスマッチを続けていて、自分を追い込んで 快感を感じています。僕はファンの言うように自殺志願者でもあるのない、痛いものは痛いと感じます。ただ好きなものを好きだと言える、好きなものを貫くっていうのは僕は大事だと思います。 団結して一生懸命やってる。とことんやると思います。昔から好きやったから。
前日時代から見に来る人に夢与えるというか普通の人にはできませんからね FMW っていうのはこういうもんなんだというのをもうみんなのファンに見せてほしいですHook!
Thank you.
We'll be right back.
ください。本日のメインイベント、ユキ先生バーキューネットと時代の中で育ち、時間無制限一本勝負を行います。本コーナー290パンドミスターパンダイオニカ、本コーナー240パンドオニカ。Thank you.
こっち向けボーガー。バカ。こっち向けボーガー。俺たちは日本人だろうやボーガー。 世間一般にプロレスが八百長だクソだって言われます。血を出してりゃ血のりだケチャップだ。これは命だ。これは命だ。人間には違いがあるとるじゃ。 俺は記憶正しく美しく世間一般なんか生きれませんよ。ただ俺は痛いものは痛いんだって明確にしておくと伝えたいんです。ただそれだけなんです。痛いもん痛いって伝えたっていいじゃないか。そうだろう。腕が切れりゃ人間痛いだろうよ。 それが痛くないって言われるんだな、俺はどうすりゃいいんだ。死ねやいいのか。オニタが働きした時にコンピューターの中に入れてオニタのメンバリングや全部をインプットしたらパーセンテージで何パーセントだったでしょうか。 仮に1対99だとします。だけど人間ってある時には
その1%にかけてもいいんじゃないですか。それで夢を追っちゃいけないんですか。人間ってそういう時もあるじゃないですか。金はなかった、金はなかったから必死だった。デスマッチで生きるしかなかったじゃん。リングもなかったが何もなかったが、この何もお涙ちょうだいプロレスってんじゃねえ。一つだけ言っときます。俺はオニタ淳が存在する限り、この体が続く限り、俺はその信憑性の追求を死ぬまで続けます。誰が邪道とクソと言おうが、これは俺が戻ってきた証じゃ。